はいどうも、ビップです。やってきました、ビップです。よろしくお願いします、ビップです。ということですね、本日の動画はですね、サムネタイトル見てもらったら多分わかると思うんですけども、セレクション山崎伊織選手使ってきてください。ありがとうございます。セレクション第一発目ですね、こちら。いやー、かっこいいっすね、これ。いや、この山崎やね。うん。山崎選手、マジで、これ、球種めっちゃ増えてるんで、前と全然違うんですよね。で、超コントロール、キレ、タイピンチということで、球速も上がってるし、だいぶ強くなってるんじゃないかなっていう。で、スピリッツ4700やから、もう、スピゴリ？うん。スピリッツ相手の能力も下げれる。てか、ちょっと見てほしいねんけど、結構ね、あの後ガチャ引いて、あのね、またおかわりくんだけ出ない。うん。一番欲しい。こういうセレクションガチャになると、一番欲しい選手だけ出ないんですよね。まあ、多分ワンチャンもミキサーでゲットできるかなと思ってるんで、まあ、ミキサーでゲットするかもしれないけど、一応おかわりくんね、二手持ちできるんですよ。うん。二手持ちできる A ランクと S ランク持ってるんで、ちょっとおかわりくん二手持ちして使ってみてやりたいと思います。僕、広角のおかわりくん使ったことないんで、今ずっとこのプルヒッターのおかわりくんを、使ってる俺からしたら、このおかわりくんやね、このおかわりくんずっと使ってるんで、僕こそ、どっちの方が使いやすいっていうのは、皆さんにレビューできると思うんですよ。右打者も苦手やし、右打者嫌いの俺が、どっちのおかわりくんが打ちやすいかっていうのも、レビューしたいので、それもちょっとお楽しみにしといてください。はい。ということでね、山崎伊織選手、一回だけ称号チャレンジできるんで行きましょうか。山崎伊織です。ありがとうございます。山崎伊織と書いて、伊織ね。うん、当て字ですよ、当て字。はい、よくある当て字。もうこれ S ランクでいっちゃいます。9位、まあ、請求 A になって、てくれたらいいかなってつもりで、ちょっと中途半端な3つ。てかやばい、本が全然ない。マジで本集めないと。はい、星よ、魂の投球、よし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 、オッケー。ということで行きましょう。何してんねん。強っ。あ、いいね。結構4割6分5厘に通用するか、これはちょっと楽しみやわ。安、なんて読むやろこれ。これ多分なんかキングダムっぽい。俺ね、キングダムね、あの、ちょっとだけ見たことあるんですけど、これ多分安国、秦国かな？秦国六大将軍、みたいな感じでしょ。絶対そうやんな。多分やけど。いきます。あれ？応援歌外れてる、出たー。携帯に移行したら応援歌外れるあるある、来ちゃー。あー、これさ、あの、日ハムのユニフォーム俺買ったんすよ。買ったというか、ユニフォームチケットで開けたんすけど、あの、エスコン限定ユニフォームみたいな。あえて日ハムの選手入れてたかな？よし。入れてないわ。レフト日ハムの選手かなと思ったら近藤健介やったわ。うん。ソフトバンク行ってたわ。気をつけたいですね。ちょっと待って、千賀亮マイナス1だる。いやー、これ、うわ、マジか。ちょっと右打者克服、右打者苦手克服するために、右打者多めに入れてます、ちょっと。本来は入れないけど。よし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 。よいしょー。オッケーオッケー。てかさ、なんか昨日さ、飯食いながら、ツイッチの生配信しててんけど、なんかね、僕のモノマネをしてる芸人さんがいるらしくて、何やったっけ、ジェロニモなんて、なんかアンポルティアとかのモノマネもしてる人で、で、なんか視聴者はね、似てるって言ってたけど、俺全然似てると思わんかって、ちょっともうちょっとクオリティ上げてほしいな。うん。ちょっともうちょっとクオリティ上げてください。はい。僕は似てると思いませんでした。なんか TikTok とかであるみたいなんで、よかったら検索して見てみてください。はい、ナイスボール。さあ行きましょう、イオリン。イオリンこういうホームないよな。ないよな。何から行く？これ意外と高速シュートとか無理ちゃう。しょっぱなから。ナイスボー。はい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 。そっか。コントロール出てるから、こことかどう？ビタビタじゃん。あ、えぐい。えぐいえぐいえぐい。これもう一球もう一球もう一球。あ、ナイスボー。いや、えぐい。来たこれ。これ来たよ。ほら。これ、イチロー。よーしよし。よしよし。え、これ他の球種投げて、切れてた。うわ、どうしよう、何投げよう。スライダーからいっか。相手4割6分やからな。ナイスボール。え、カット。いいよ、いいよ。あ、いや、それ甘い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 、マジで。それ甘さ出てる。通信行こう。ナイスボール。おいしょー。恐ろしい子いただきました。イオリンが恐ろしいらしいです。よし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 、ごめん。ちょっとイオリン2回言ってる。ごめん。無言で入っちゃった。ごめん。ちょっと待って。今さ、打撃カットするためにさ、無言でやってたよ、打撃。で、この山崎伊織選手投げんのにも、そのまま無言で入っちゃった。ごめん。ナイスボー。どうしようかな。これ変化量1のサークルチェンジとか、結構強そう。ああ。
オッケー。でフォーク投げたとこにツーシーム、ナイスボール。ごめんゲップ出た。よし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 、今のもボールになってましたね。え、ちょ広角出る、うわ出てるか、ちょカットにしよう。ちょラグラグ、え、ラグイラグイラグイ、え、ラグイラグイ、何これ、え、ちょっと待って、リアタイラグ、これ相手やんな、相手の回線やんなこれ多分。ナイスボール、いや結構曲がるんよな、 D が D なのに結構曲がる。ナイスボール、これどう、ナイスボール、えぐい、いやこれこれもう一球いこう。なるほど、決まった。うーん、ちょっと今のベストピッチでなかったな。ゲッツ、あいー、え、強っ、やっぱイオリ強っ。もう一回いこう、これおーいいね、8連勝きた、腹ペコヒロちゃんいいね、8連勝相手はこれ試しがいですね。皆さん、多分お気づきだと思うんですけども、髪の毛切ってきました、はい1試合目投げた後髪の毛切りたくなってきて、髪の毛切りに来ました、はい。でちょっとこの後ね、今もう髪の毛切ってちょっとだいぶ経って、今生放送も終わって今朝の8時なんですけど、この後ね今から髪の毛染めに行きます、はい。僕髪の毛切るとこと染めるところは別にしてますんで、この後髪の毛染めるんで、はい。ちょっとねこの長さキープしようかなと思って、もう本当に微調整、はい、本当に微調整だけさせてもらう。え、ボール球やで今の、ボール球やけど、ちょっと微調整だけねしてきました、はい。皆さん多分気づいてると思うんですけど、僕のこと好きなんでね、リップマニアのあなたたちなら僕が髪の毛切ったん気づいたでしょう、はい。ということでちょっと早速ピンチを背負っておりますイオリン、大丈夫かな、甘い、え今の空振りの意図がわからん。ナイスボー、よーしよしよしよし、オッケーオッケーオッケー、詰まってるよ詰まってるよ、タイピン、いやタイピン、え、タイピンなかったっけ、タイピンあるよね、これちょっと敬遠、これちょっと作戦、うん、戦略的敬遠です、これは。おお。よしよし、いやコントロール出ないか。なるほど、そうですよね。インコースしました。え、なにしてんの？え、ベース踏めよ。おかわり。なせね。絶対もうおかわり禁止。うん。もうおかわり禁止です、あなたは。何をしてんの？マジで。いやーやばい、これちょっとやばい、いやこれはピンチです。今のゲッツーで終わってたって。よいしょー、イオリン強っ、うん、素で強いわ素で強い、何してんねん、ちょもう打たれへんわ、朝8時の藤井、朝8時の藤井打たれへん、一睡もしてない時の藤井打たれへん、よしよしよし、これはおかわりくん、アウトコース引っ張っても外野の頭超えます、プルヒッター出てるんでね。よーしよ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 し、やばい、めっちゃお腹減った、もうこれ終わったらマクド食べよう、マクドウーバーする打法しよう。あー、やはりそうですか、よし、超えるやろ超えるやろ、よし、ちょっと待って、素手イオリン強くない、強巻巻怖、これけどコントロール出たんであれいきます、はい、ビタビタ、はい、ナイスボーはい、ナイスボー、あーいやー、はい、ナイスボー、はい、え、ちょっと待って、これ山崎より先発入りっすわ、ガチでガチめにガッチガチで、うん、ガッチガチに入る、これ筒香よしとも、はい、勝った、これは徳の出なかった、相手のよしとも徳の出なかったんで勝ちです、甘い、山崎より先発入り確定です。これは多分もう文句ないでしょう。うん。文句のつけようがないぐらいの成績を、2試合とも完封は。さあ、決めてもらいましょう。よし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 。いや、ここちょっと変えよう。相変わらず堀選手応援歌ついてないわ。つけんとこも絶対。堀選手には応援歌つけません。はい。絶対つけない。ピッチャー変わった。さよなら男出た！さよなら男。さよならメン。はい、さよなら麺出てるよ、いやさよならマンか、マンと麺の違いわからん、複数形どっちやった、何を狙っていくか、なんか村上選手にそっくりな人が外野のスタンドにいたっていう記事を見たけどあれおもろかったな、えいっえいっえいっ、うわーめっちゃ飛んだな今、よーしゃー、もうこれはいける、
やろ。村上、村上、よしよし、はい、もうありがとう、諦めてます。はい、諦めてる。もう俺そんな人嫌い。もう諦めてるもん、この人まだ可能性あんのに。諦めてる、諦めてるぞ。無理、もう。はい、敬遠してタイピンチ出そう。そう、諦めるな。うん、諦めてないやんか、全然。諦めてないのに、そうやって言葉でも諦めてるよな。うん、僕はもう負けましたみたいなことは絶対に言ったらあかん。今後人生であなたの教訓となります、この言葉は。しっかりと、うん、諦めずに最後まで戦いましょう。さあ、3球目は何か。はい、あざした。